スペイン一部レアルソシエダの日本代表ミッドフィルダー久保武房は現地時間9月30日に行われたラリーが第8節アスレティックビルバオ戦3対0で今季5ゴール目を決めたスペインメディアはラリーが屈指のアタッカーだと評価しているビルバオとのバスクダービーでスタメン出場した久保は1点を先制し迎えた後半3分に違いを見せる ミッドフィルダーミケルメリーノが頭でそらしたボールをミッドフィルダーブライス・メンデスが拾って左サイドを持ち上がると中央への折り返しが流れたところに久保がきっちりと合わせ追加点を奪った。後半にも追加点を奪ったソシエダは3対0で干渉を収めている。カタルーニャのニュースサイトエルナショナルは久保はレアルソシエダでの初日からセンセーショナルな活躍を見せ中心選手となった。そして 成長は止まらない状態だ。現在、ミケル・オビアル・サバル、ミケル・メリーノ、ブライス・メンデスを抑えてチームのスター選手であり、ラリーが屈指のアタッカーだ、と称賛。その上で、今夏に移籍するまで所属していたレアル・マドリード復帰説にも言及している。レアル・マドリードのフロレンティーノ・ペレス会長は、2024年に久保を呼び戻すことを検討している。それだけに、ペレス会長の補強計画において、 久保は非常に有利な立場だ。レアル・マドリードの会長は久保が素晴らしい選手になると確信しており、遺跡金6000万ユーロ、約95億円を支払うことを望んでいる。